バルザは青い目青いかの高木。一族一種。南米の熱帯地域からメキシコ南部が減産。成長が早く、樹高は30メートルに達する。上緑樹であるが、寒気が長い場合は落葉する。葉は手のひら状でやや劣葉し、長さ30から50センチメートルほどとなる。幹は、木目が荒く。 非常に軽く柔らかい材木になる。バルサの密度は約1 4 0キログラム毎立方メートルほどで約100から2 0 0ログラム毎立方メメトルの範囲にあり、これは一般的な木材の約1、3である。このためバルサは模型や浮き、救命胴衣などに使用されている。太さ数十センチメートルのバルサ原木は獣を十字に割られた後、 一方の面に平行に製材される。したがって、板材は年輪に直角に切り出されたものから徐々に斜めになり、最後には年輪と平行な板目になる。板の面と年輪が直角に近いものは、シーカット、コーターグレインなどと呼ばれ、幅方向に曲がりにくく、狂いにくい材料である。これはまさめであり、一本の原木から少ししか取れないので、貴重品である。 マサメのバルサは表面にまだら模様がある。バルサ原木を加工して板状、または棒状に加工した木材をバルサ材と呼ぶ。バルサ材は軽く加工しやすく重量に比べて強度が大きい。そのため1930年頃にはアメリカ合衆国において建築資材、映画セット、航空機、模型航空機などの分野で急速に普及した。 中米の古代文明でバルサ製のイカダが使われ、遠洋航海が行われた。1950年頃には、ノルウェーの人類学者、トールヘイエルダールが、ポリネシア人は南米、中部アンデス地帯から移住したという仮説を証明するため、バルサ材などを材料にしたイカダコンティキ号でペルーを出発して、約 8000km を100日余りで航海し、 東ポリネシアラロヤ干渉に到着した。アメリカでエンパイアステートビルディングなど高層建築が発達して高さが競われた時代、風で振動するのを抑えるため、軽くて圧縮に強い木材を梁の内部の補強や壁に使う建設技術が一般化し、バルサが適切であるとされた。1920年代中盤、米国で高層ビルの建設ラッシュが始まってから、 商業ベースでの大規模なバルサ材の伐採が始まった。バルサ材は工作性に優れて軽いことからハリウッドなどで大量に制作される大道具、小道具の材料となる。バルサは柔らかく簡単に壊れるので、活撃場面で盛大に壊されるようなものを作ると俳優や車両へのダメージが少ない。1985年の映画コマンドーでシュワルツェネンカーが持ち上げる電話ボックスは、 バルサザイで作られた。京都渦政の撮影所の近くには映画向けのバルサザイ取扱店があった。デハビランドモスキート B マーク41930年に中は第354号報告書を発表し、スプルース材などと共に木製航空機用資材としてバルサザイを収録している。第二次世界大戦中、イギリスのデハビランドエアクラフト社は デハビランドモスキートをはじめとする木製の偵察機、爆撃機、戦闘機を多数製造したが、その材料はバルサ材をカバ材の間に挟んだ後半であった。時代が下り、ジェット機が出現してからもバルサ材は同じ用途に使われ、アメリカの F4D ではバルサ材を薄いアルミ板で挟んだ成形材が使われた。1930年にアメリカのモデラーが バルサ材を使った模型機を製作し、同年のウェイクフィールド級世界選手権大会戦で優勝した。以後、バルサ材は模型航空機の主要な材料となった。世界の有用木材300種には、バルサは319種の275番目に収録され、機関比重0.16、世界で最も軽い木材とされる。用途としては、救命具材、絶縁材。 玩具材、模型飛行機材とされている。雑学実用知識特装版三聖堂、企画編集部編第6冊1991年 P311、古代ペルーにおいて、ポリネシアの島々まで遠距離航海が行われた。LJ マークワートエアクラフトウッド、ジェアプロパティーズ、セレクション、アンドカレクタースティックス。ありがとうございます。